古学は、趣旨学を否定する江戸時代の儒教の一派。山賀祖皇の、政学という、伊藤人祭の古技学、小牛宗来の古文字学の総称。宗来の学派を、県威学派と呼び、古文字学的に研究し、その古典を、道徳の観念より、制度理論の諸イコール一種の政治学の原点と、見るやり方であり、近代的思考に近いものがあるとされる。この学派は、 水戸学派や、在野の、鬼門派と異なり、孟子の法抜論を肯定したところに特徴があるが、これは、幕府の正当性のために利用され、近世期の朝廷に政権がないのは、民を休んじたために幕府に異常せざるを得なかったと、解釈された。これに対し、山形大には逆に、幕府打等の正当性に法抜論を利用した。一方、人才の古技医学は、 政治や社会秩序について議論することはほとんどなく、それを天命としてそのまま受け入れる。その関心は秩序のもとにおける人臨世界を愛と誠実と思いやりに満ちたものとするための人々の日常生活における自覚的実践に向けられ、非統ち者の立場から儒学を内面化した。空イは道を古代中国の戦王たちが制作した。 霊学形成のこととし、天地自然や人間から道を分離したが、空への道の解釈が政治や制度に限定されたのに対し、人災の道は人臨世界に限定された。後世の解釈によらず、論語などの経典を直接実証的に研究する。その実証的な研究態度は国学などに影響を及ぼした。江戸中後期に流行し、越後長岡藩では、 藩校が建設された当初、古技学と古文字学の両方が半額となっていた。他方、完成医学の金では、風俗を乱すという理由で、江戸幕府及びこれに習う諸藩で、公式の場での講義を禁止された。姿勢 P49 姿勢ピアニッシも49から50姿勢ピアニッシも51から53。ありがとうございます。